みの,ね、みの,のみのすくね、とうましくそくと相撲を取るのみのすくね、のみの、すくね像、のみのすくねは、恥師の祖として、日本初期などに登場する人物である。恥や高地の父、天野保避の命の十四世の子孫であると伝えられる。飯入り根の兄弟である、甘美に日京命の子、重ねず命と同人とする説もある。水人天皇の命によりとうましくそくと相撲を取る、ために、 出雲国より召喚され、宿足と互いに蹴り合った末にその腰を踏み寄って勝ち、宿足が持っていた大和国東馬の地を与えられるとともに、以後水任天皇に仕えた。また、水任天皇の皇后、ひばす姫命の葬儀の時、それまで行われていた巡視の風習に代わる埴輪の性を暗出し、派生神の性を与えられ、そのために公営氏族である氏は、 代々天皇の葬儀を司ることとなった。埴輪喪失についての考古学的な知見からは、危機が語る、常述の伝説は、史実ではないとされるが、こうした伝説も、恥師と葬葬儀礼との関係から生まれたものであろうとする、説がある。その説によると、まずその名前は、 葬々儀礼の一環としての古墳の築営に際して、様々な条件を吟味した上での適当な地の選定ということが考えられ、野の,の中から紛糾を築くべき地を見定めることから、のみという章が考案されたのではないかとし、次に相撲については、古墳という巨大な造形物を目の当たりにした人々が、これを神業と見て、その任に当たった恥師の祖先はさぞかし大力であった。 老徒ののに基づくものではないかと見る。そして、恥氏が古墳造営を含めた早々儀礼全般に関わったことから、これを死の国と乾燥された出雲国に結びつけ、その祖先をあるいは出雲出身としたり、あるいは都と出雲の中間である、播磨国に葬られたとしたのではないかと見、最後に仮想の普及などの変遷を経て、古墳時代が終焉を迎える頃、 その技術が不要とされた恥氏が、自らの祖先の工業を語る神話として、大事に伝承したものであろうと説く。この説の頭皮はともかくとして、少なくとも、のみのすくねが祖先として、恥氏にあがめられたことは確かである。のみのすくねは、ハリマ国のタテノで病により死亡しその地で埋葬されたとされ、これは、ハリマ国風土器イボ軍タテノ城の記述に基づく。当地には、 のみのすくね神社があり、のみのすくねの塚もあり、立つの地名も、のみのすくねの伝承と、不可分なものであるが、のみのすくねの墓所については、異説もある。鳥取市の大のみすくね命神社と松江市の菅原天満宮にも、のみのすくねの墓があり、両者とも、立野で没した、のみのすくねの骨を分骨して墓を建てたと主張している。さらに、 大阪二勝基種の上宮天満宮は、境内のの新進社に、式内野新進社並び、のミのスクネ墳の石柱が立ち、かつて周辺に、派生地族が住みのミのスクネを祀ったとする。奈良県にも、のミのスクネの墓がある。のミのスクネと東間宿足が取り組みをした、相撲発祥の地とする桜井寺の相撲神社には、謙衝碑や土俵があり、南東の山向こうには、出雲と呼ばれる地区に、 ノみのスクネの塚と、検証する、五輪塔がある。梶市の中には、生を菅原に改めた市があり、その菅原市から、公家の五条家が出たが、五条家は、ノみのスクネの子孫であることから相撲化となった。かつて近隣にあった、ノみのスクネ塚の五輪塔がここに移設されている。相撲発祥の地として、狛犬の台座には、相撲取りの人形があしらわれている。ノみのスクネは、 この出雲村の出身とする説がある。その他、のみのすくね神社や、各地ののみ神社で祀られ、東馬宿足との相撲にちなみ、相撲の神として、あな座平出身者の拙者相撲神社や、菅原道真猫を祀る天満宮でも、道明寺天満宮などでも祀られている。ありがとうございます。